さあ次のコンシェルジュさんよろしくお願いいたします。はい、あ今日はまた素敵なマウスピースでございますね。はい、ご紹介から参りましょう。はい、あのちょっと変えました。あはい、楽しみながらネットで集客、理想のお客様とだけ出会う女性起業家を育てます、プロポーズ集客クリエイターの、サリー明です。イエイイエイなんかこう芸人のようなこの意味ですよね。ついにちゃいました。いいんです、ありがとうございます、はいはい、今日も楽しみにしておりましたよ。ありがとうございます。あの会いたい人にだけ、はい、だけなだけを入れたんですね。ポイントだね。そう、誰でもいいってもんじゃないぞと。でもさ、募集団作っていくのにさ、はい、何でもざっくりっていうのは結構かえって手間が増えたりとか。もう本当にね、もう誰にでもメッセージを発信しようと思うと、集客できないというか、そのセミナーとかね、お客さん集まらないってことが本当にあるんで。だってさ、誰にも届かないもんね結局。そうなんです。いわゆるラブレター的なね、一人の人に届けようみたいな、というののちょっと濃いめみたいな、でもすごい、まあ、そういう、あ本当ですか、良かったです。このね、ちょっと変えてみました。さすが秋さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、今日聞いて聞かれてないのに言っちゃった、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はい、今日はですね、あのオンリーワンの起業する方法ということで、あの起業っていうとどういったイメージありますか。すごいざっくりな言葉ですよね、意外とね。起業、あそうね、崖の上から飛び降りるよ、テレビの舞台からいいですとかね、そういうイメージ、チャレンジャーっぽい感じですかね。あ、でしこさん、でしこさん、そんな感じ。だから、ね、やっぱりこう勇気を振り絞ろうってさ、なんかもう一人で頑張らなくちゃって、もう明日から私一人で頑張るのっていう、なんかそう覚悟を、そうですよ、イメージ。そう、なんかあの起業してみたいとか思う女性って、まあ本当に多く今いらっしゃると思うんですけども、なかなかそれで、まあ始めてみたけど、なんだかんだちょっとブログもいいぞってやってみたけど、なかなかお客さんつまらないとか、まあやってみたけど申し込みないとかっていう方もほとんど結構すっごいいっぱいいらっしゃるんですよね。で、あのそれを解決するためには、初めからもう自分だけができるあの起業スタイルって見つけた方が早いんですよね。どういうこと？はい、そうなんです。あの初めてみんな例えばなんとかセラピーとか、なんか資格を取るんですよね、なんとかメディカルアロマなんとかとかさ、なんかとかさだって、すいません、なんかとかさすいません申し訳ございません、全然いいですよ。であとはなんか例えば、まあ、ヨガ教室とか、フラワーアレンジ教室とか、なんか資格を取ってそのまんまブログ立ち上げようみたいな方ってやっぱ多いんですけども、よく聞きます。私もそうだあの ペットのペットのドッグトレーナー、そう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 、そうですよね、だって分かんないもん。そうなんですよ。そうでもそういうのよく見ますよね、そうなんです、そうすると結局なんか他の人と比較して、あ私なんてまあ無理かしらとか、こう残念なスパイラルに陥っていくんですけど、それをですね、初めからオンリーワンな起業の方法にしちゃえばいいじゃないかというのが私流でございましての今日、最近言葉がちょっとやばくない、言葉ばっか書いてるとろくなことないですね、すいません。あのそれでですね、あの例えばなんとかヒーリングとかもやるんですけど、それってあくまで本当技術に過ぎないので、起業とは別なんですよね。そこに最初から気づけると、初めからなんかこうもっと楽しくねお仕事できるんじゃないかなと思うわけなんですね。例えばプラスして入れたいのはやっぱり自分が歩んできた経験とかなんですよね。だから例えば メイク、はい、メイク、あ違う、私は違う、メイクはね、ウォーキングとか呼吸、あすごいいいですね、姿勢とか、あいいですね、姿勢とか、例えばインストラクターとかだと、なんか私がこういうことでつまずいた経験があったから、はいはい、今こうやってますみたいな、まあ、そういうところから見つけると、こんな人に向けて あの呼吸セラピストですよみたいに言えば、わーってなるわけですね。っていうのを最初から決めちゃった方がいいじゃんっていう話ですけど。なるほどね、はあ、今すごい分かった。そうなんですよ。ストーンって今落ちました。そうなんですよ。そこで言葉のアイディアが日々温泉のように湧いてるんで。ああ、すごい。はい。分けて分けて、まあ、温泉にしようかな、そろそろ。はい。温泉みたいにドーンって出てくるんで、
ね。そうなんです。初めからやっぱりなんかこう、まあ、いわゆる強みだとか、あのなんか魅力だとかっていう一般的にまあ表現されてる言葉っていうのは、自分の経験値っていうのはもう確実に企業のエッセンスになるっていうか、仕事する上での技術だけじゃもうやつ失敗いるし、あのいっぱいいることは別にいいんですけど、どうせなら経験値がある人とか人脈がある人とかにどうせ習いに行きたくなっちゃうじゃないですか。そうですね、確かに、うん、それだったら自分が経験できるやしてきたことから言えることっていうところをね、あの初めから自分で受け止めて、うん、でそれをそんなとか言ったら多分ダメです、ね、受け止めて、あこういう経験だからいいんだって。そうなんですよ。そうするとこういつの間に技術に自分のこう価値がプラスされて、それでこんな人を幸せにしたいと思った時って起業って言えるんだよねっていうところなんですよね。なるほど。全然なんか違うわ考え方が。本当ですか。見てる方が全然違う。本当ですか。おお、そうなのか。いやいや、なんかホームページよね、あこんなあ、うん、ホームページの、まあ、本当私最初は教え方だよね。そうだよね。あのワードプレス、今ならワードプレスなり、うん、ジンドゥなり、うん、あのやってたらみんななんかね、同じホームページになってるんですか。そのままツールだけ、うん、技術だけ置いてたら、うん、そうこのことやってますよ、あとは場所だけで差別化しても、どうせ他の人がその同じ場所でやっちゃったら差別化なんだよね、うん、みたいなこと言ってたらじゃあなんで起業したのとか、まあこんな調子で聞いてたら、はい、あらっていう、それいいんじゃないみたいな、そこからのストーリーいけるよみたいな、なんか感じで、まあ、じゃあこういう風になれるセラピストとか名前つけてったらってやってたら、みんな結構ホームページとかブログとかでもお客さんがちゃんと出会えるようになってきてっていうところから、今のようなこう理論というか、こうやるといいんじゃないかっていうのにたどり着いたんですよね。素晴らしい。もうみんな歓迎してあげてほしい、うん、ですね。だって悩める子羊たちいっぱいいるもん。本当ですよね。子羊って言ったすごいなんか分かりやすかったですよね。マイクイーン、マイクイーンみたいな、マイクイーンみたいな、ね、メイクイーンじゃないよ。ジャガイモだから、ジャガイモじゃないよって書いてくれるんです。すみません、ジャガイモじゃないぞって書いてくれると、うん、でもそういうことをさ、うん、はい、なんかやっぱりこれ求めてる人ってたくさんいてね。そうだから伝えたいんですよね、温泉、うん、みたいに溢れてることだし。そう、温泉がね、浸かりたい、そう、浸かりたい来ました、浸かりたい、いいですね。浸かりたい、これはブログの記事に浸かりたいって書いてはい、でそうなんです、そういう女性をですね、はあ、まあ育てようということで、いいね、いいね、これコード集客アカデミーっていう学校をですね、うん、2月から始めたんですね。素晴らしい。あもうね、うん、全部それ最初から学んじゃった方がみんな幸せだよみたいな感じでやってましてね、大丈夫ですね。ありがとうございます。どうしたらいいですか、その行きたい人は。行きたい人はですね、プロポーズ集客アカデミー、うんうん、と検索していただいて、うん、もしくは、サニーアキと、うん、Facebook も素晴らしくサニーアキで申請が通りましたんで、高橋アキ卒業ということで、サニーアキでもう検索までちょっとたどり着くかわかんないサニーアキでまず見つけてもらって、あのつながっていただければ、ブログへのリンクですとかいろいろやってますんで。そうですね、はい、ありがとうございます。素晴らしいです。本当に世の中の起業を目指す方もね、はい、本当にそう応援者として頑張っていただきたいと思います。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も元気いっぱいいただきました。サニーアキさんでございました。はい